そうはいかないよ。なるほど、一番手にレパルタスか。じゃあここは入れ替えましょう。ズルクで。まあ猫だましなら入れ替えてよかったね。じゃあ瓦割りで、まあ一アモンは大丈夫です。その代わり一発で。オッケーオッケー。ハトウボウさんか。ハトウボウさんはゼブライカで行きたいんだけど、レベルのことを考えてユニランのレベルを上げたいのでユニランで行きます。とりあえず電磁波で。うわ、見切りか。まあここは粘り強くいきましょう。電磁波、で恩返し。これで俺のユニランがどれだけ懐いてるかが分かりますよね。まあまあそうだよな。まだ冒険を共にして間もないからな。その技を選ぶとはねって言われてるけど、でも自己再生もこれはいい判断ですよ。自己再生覚えてるのでかいよね。でもサイコショックで。で、恩返しでいいかな。よーし、オッケー。ヒアップ、いける。手始めの電磁波からいきますよ。熱湯怖いんですよね、たまにやけど食らうので。で、自己再生かな。いや、ほんとありがたい、自己再生は。やけどだけはなるなよ。オッケーオッケー。サイコショップでいきましょう。結構強いよね。おお、一発か。やりますね。ジャノビー、ジャノビーは、ハトウボウさんでいきましょう。いやー、二つ丸、今回出番ないですね。いやでもこれはでかいですよ。二つ丸なしでも回せるようになってきたってことだからね。ありがとうございました。どうして君に勝てない。カミスレさん、あなたたち友達同士なんだ。いいわね、そうやってお互い競い合い高め合うのって。さあ行きましょう。待って、なんかいろいろ探索できてないんだけど、なんかすごいキャラの濃そうな人がいるんだけど。どちら様ですか。フェスティバルは良いな、人生は楽しまねばな。この人はアデクさん、チャンピオンなんですね。じゃあいつか戦うことになりますね。どうしてチャンピオンがこんなところで遊んでいるんです。
チャンピオンになってどうするつもり？強さを求める、それ以外に何かあるんですか？一番強いトレーナー、それがチャンピオンですよね。セレンにとってチャンピオンがゴール地点なのかな？それだけが目的でいいのかね？いや、もちろん君の考えを否定しているわけではない。まあ、間違ってはないけどね。そこから先のことはまだ考えてないって感じなのかな。いろんな人たちにポケモンを好きになってもらう。そのことも大事だと考えるようになってな。彼女たちと遊んでみれば少しは分かってもらえるかもな。え、どういうことですか？え、お前たち、え、どういうこと？まさか、その二人だとは思わなかったけど。あー、ありがとう、ジェレン。優しい。できるとかは違うな、やっぱり。待って、何が戦闘だっけ？チュリネだっけ？うわ、待ってくれ。トラウマ2連発は辛い、ちょっと。もう精神的に辛いわ。うわー、これもしかしたら2段階下がるやつ？攻撃が。え、結構痛くないですかと思ったらよかった、1段階だった。そうですね。ハーデリア、突進が本当にマジで怖いので。ちょっと片方眠らせるから。レパちゃん頑張ってくれ。あ、マジか、当たんなかった、まずい。いや、ここはじゃあ素直に変えよう。ズルグでいこう。わあ、耐えてー。わあ、強すぎるんだけど。待って、俺の方にも来た。危ねえ。だって反動のダメージがあんだけあるんだもん。そりゃ強いわ。とりあえず、片方倒せば楽になる。パワーラ割り。いよいよ、ネト。何持ってる？オレンの実？お盆か。突進。強いわ。怖すぎるわ、これ。すげえ、チェレン、ジャノビーまで出した。ちょっと申し訳ないけど、チェレンには申し訳ないけど、見学してさせてもらうわ。当たんなかった？俺の方狙ってきたのね。お、倒してくれた。よかった。いやー、純粋ですね。なんかこういう心は、なんか忘れてはいけないですよね、本当に。いや、意味のあるバトルだったよ、これは。勝てなかったが、いい勝負だったな。ポケモンも嬉しそうだったし。さて、若者。なんかすごい厳しそうな言葉が待ってそうな感じがすごいのですが。君のように強さを求める者がいれば、彼らのようにポケモンと一緒にいるだけで満足する者もいる。いろんな人がいるんだ、答えもいろいろある。君とわしの考えるチャンピオン像が違っていても、そういうもんだと思ってくれ。はい、行きましょう。本当にでも強い意志というかね、持ってるんだよね、ジェレンも。それはでもすごいことだよね。アデクさん、素晴らしいことですね。
こんにちは。トレーナーなんかい。びっくりマーク出なかったから違うのかなって思ったら。ベーカリー。オッケーオッケー。ということでレベルも上がりましたが、ヤナップ、バオップ、ヒヤップの3体でしたね。結構このセットで持ってる人多いイメージがあるんだけど。うわ、夜になった。ここ入れるのかな。とってもグルメな。え、何のことですか。え、そんなの持ってるかな。え、持ってるかな、わかんないんだけど。プレミアボールあげますよ。なるほど。でも何か特定のアイテムとかがあるんだろうね、きっと。まったまった。じゃあトレーナーとも戦っていきます。オッケーオッケー。そうですね、笑顔にできるって素敵なことだよね。わあ、上にも何かありますね、これ。よーし、オッケーオッケー。ただ、参りましたね。お、エレキギターをもらっていいんですか、いいんですか。絶対大事なもんでしょ。グズケースな感じしまった。なるほどね。これ多分、あれですよね。なんだっけ、ミュージカルで使えるアイテムなのかな。なるほど、これ最高ですね。あ、トレーナーじゃなかった。トレーナーじゃなかった。多分トレーナーですよね。じゃあ、麻痺直し、一個だけ持ってたと思うんで、木の実はちょっと切らしちゃったんですが。ああ、一個じゃなかった。もう一個あったわ。よかった。じゃあ、これで、行きましょう。意外と空元気が強かったんで使ってくる。お、体力100になったね。二つ丸にチェンジしました。ということでありがとうございます。多分まだまだトレーナーはいそうな感じがしますが、多分トレーナーですよね。ですよね。アート、待って、カミツレさんとチェレンが今チラって見えた感じがするけど。シンボラーさんじゃないですか。オッケー。おお、よかった。チュリネもレベル30になった。そうですね、どっ待って、爆発したんだけど。これぞ芸術ですよね。チェレン、こっち。さてと連絡。おお、すげえ。これで通れるようになるんだね。テレビの仕事があるから。あ、はい、わかりました。頑張ってください。次の町のジムリーダー、癖のあるおっさんだけど頑張って。
僕はトレーナーだ。強くなり勝利することで僕の正しさを証明するよ。チャンピオンに対しても頑張っておくれよ。いや、いいこと言いますね。ツーショットでも撮りますか。ということで、こちら側もおそらくいけると思うので、ちょっと行ってみようか。あと、ここのポケモンとかも、わかんないからね。で、数人トレーナーらしき人物も、いますので、戦っていきましょう。オッケーオッケー。重みありますよね。出てきた出てきた。おお、なるほど。ここにも出るんだ。スーパーボールか。ありがとうございます。で、向こうの方にもう一人いたよね、確か。こんにちは。おぉガマがある。まあ水タイプだろうね。いや、ほんとギガドレインが強い。ありがたいですよ、これは。で、このアイテムは元気のかけらか。ありがたいですね。キトさんか。まあ、タウリン系のアイテムだね、確か。で、今のところポケモンも持ってるポケモンしか出てこないので、多分大丈夫なのかな。あ、逃げられなかった。逃げてー逃げてー。よーし、じゃあ行きますか。子供への羽橋。鳥ポケモンの影が見えるだろ。あの下に羽が落ちてくるんだ。なるほど。ちょっと見ながら動いてみようか。あ、これのことだね。おー、知力の羽。何かに使えるんだろうね、きっと。瞬発の羽。なんか素早さっぽいね。あ、あったあった。ポケモンだったわ。おお、君はコアルヒー。ここに出てくるんだね。じゃあ捕まえましょう。多分よっぽど大丈夫。マジかー。まひらせとく。じゃあ今度こそ行きますよ。オッケー。なるほどね、水鳥ポケモン。なるほどな。多分この子ぐらいかな。とりあえず進みながら行こっか。ヤーコンさんってことは、このヤーコンさんがあれだよね、あのジムリーダーなのかな。冷凍コンテナ、ちょっと気になる場所なんだけど。
早っついてしまったよ。そしてこれ雪ですかね。おお、言ってた言ってた。ワクワクするぜ。結構音楽いいね。リザードン橋、なるほどなるほど。まあなんかでも思ってた街の雰囲気と全然違うな。あ、こんにちは、ヤコンさん。歓迎なんかしないぞ。え、どういうことですか。何しろ橋を下ろしたせいで捕らえていたプラズマ弾が街中逃げてしまった。まあそうですね、うん、探します。凄腕のトレーナーなんだろう。そうだな、プラズマ弾を見つけ出したらジムで挑戦を受けてやるぞ。なるほど、わかりました。じゃあ探しましょう。じゃあチェレン任せた俺は観光する。冷凍コンテナって場所も気になるじゃないですか。